はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は兵庫県の研究開発職の正社員16年目、40歳の方の給与明細です。仕事内容は科学系の製品の研究開発とお客さんに出荷している製品のフォロー業務となります。えー、私は特に自動車向けの耐震ゴム製品を、えー、担当しているので、日常,日常業務としては ゴムの合成と耐震性の試験が仕事となります。えー、原材料を混ぜて熱をかけてゴムを形成する専用の耐震性試験機で耐震性を評価データの解析時点、えー、次回のゴムの配合を考えるのを繰り返しになります。えー、頻度は稀ですが、えー、お客さんに出荷している製品に不具合があった場合は原因解析なども行います。で必要な資格スキルは特になし。 科学系なので最低限の科学の知識が必要。勤務時間が1日7.5時間で、残業0時間。月収が38.7万、年収674万、ボーナス210万で。研究開発をしたい方へのアドバイスとしては残業がないので、ライフワークバランスはいいと思います。で、給与明細で、基礎給が25万5500円、ゾーン給11万6600円。 でそれの下級で200円住宅手当1万2000円食事手当3000円ついて組織給が38万7300円そこから控除12万8526円引かれて手取りが、えー、28万7134円となっています、えー、控除かなり多いんですけど、まあ、持ち株会の出資金で、えー、3万引かれてて まあ実質これが、えー、貯蓄みたいな感じですね。えーまあ、資産ですね。資産となるので、まあえー、手取りでいくと31万くらいになっています。えーまあ、研究開発職、えー、頭が良くないとなれないんですけど、まあ、それに見合った給料だなっていうふうに思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。